せーの、回転する剣。OK です。変な、そうですね、ストップ。俺の刀と違う。まずソラちゃん、まずソラ。お前から行くの。あ、じゃあソラから。まず、前の試合から、ずっと裏、モテ君が走ってたのに、僕が見てなくて出せないっていう場面が結構あって、まあ、この試合は結構モテ君のところの裏、まあ、目あったら蹴ろうってずっと思ってたんで、まあ、いい形でモテ君が動き出してくれて、まあ、いいボールがいったんじゃないかなと思います。俺的にちょっと高いから、そう、まあ、高いなと思って、で、ストップして、で、まあ、ちょっとイメージしてたボールとは違かったんですけど、高くて足元のボールだったんで、まあ、よく止めたよね、収めて、収めて相手がどう来るかっていうのを見て、でまあ、うまくカットインできて、カットインしたらもうリッカーが動き出してたんで、あげました。ああ、まあ、ここのシーンでモテがカットインした瞬間に、まあ、ゲーが結構真ん中にいることがあって、ファーに逃げたら空いてるなっていう、そのこの前のシーンから何回かあって、まあ、そこにもうモテやったら蹴れるかなっていうイメージで動き出した。たらいいよスタート。まあ、モテがしっかりそこに上げてくれて、まあ、キーパー、これもキーパーも見えて、キーパーかぶったからもう枠に絶対飛ばそうと思って、枠に飛ばしたらもう入るなと思ってちょっと体勢悪いですけど、しっかり枠に飛ばせてよかったです。でようかわしたな、これめちゃくちゃかぶってるのキーパー。人の首じゃないもん。いや、また雪やん。またチンしてるやん。チンやん。チンからだ。あ、サンキューっつって。はい、サンキュー。炎上しないで。炎上するもん。大丈夫。はい、はい、アザッスサポーターから。はい、アザッス。もう、ブドウもすごいジャンプしちゃいました。やばいって、これで枠いく。これ俺一人でやるな、これ頼む。って感じですね。これで2点目は次か。じゃあ後半です、うん、キックオフ。誰からそら、これから表いっちゃう。オムからストップ。声どうしたの。もう痛すぎてね、声痛い、喉痛い。これ青さんの練習してた形で俺がもらって、でそっからまあどこ選ぶかどうかっていう判断俺に任せるみたいな感じやったんですけど、まあ、モテ君相取ったんで、モテ君にとりあえず出そうと思ったら、ちょっと信じられないぐらい強いパスいって、エグかったよ、これ、マジで。もう愛情なんだ、愛情つけた、愛情かけられるもんないよな、モテ君も、よう止めたな、これ、モテ君もすげえ苦しそうな顔してたから、出した時に、あ、ごめんって思ったら、まさかモテ君の、ここはもう、あとは、僕はモテ君。そうですね、オブが持った時に、とりあえずサポートしようと思って。サポート入って、でももらって後ろ選択するのも、まあ、立ち上がりだったんで良くないかなと思って、まあ、相手も来てたしな、はい、まあ、これはもうえ、これってこれ適当って言い方ないんですけど、前っていう意識を狙いがあってこその多分パスというか、うん、あれだと思ったと思うので、うん、これはリキ君のシュート技術も、ね、このまあオッサにないもんな、多分残ってるもんな。もうこの浮き球になった時点で、もう正直俺は全然狙ってなくて、めちゃくちゃ多分ほんまに来るん、多分こうへんと思ってたけど、モテが蹴った瞬間に、あ、これめちゃくちゃチャンスやと思って、でキーパーも出てきてないし、まあオッサイドかなと思ったけど、まあ、冷静に、うん、キーパーの位置を見れて、まあ、あとシュートを感覚で打ちましたね。キーパーに当たらないように。で、オムのこのパスがなかったら、そうなの、逆に入ってないんで、全員のつながりで決めたゴール。
いやもうほんまリアクションやもんな、もうめちゃくちゃリアクションやもん。だって俺喜ぶ準備もできてなかったもん。水飲んでたやん、水飲んでたやん。このパス、鬼パスやん。いや、すげえな、もんで。小学生です。ありがとうございます。2周っす。いや、よかったよ、マジで。しかも風な、こっちが余計止まったもんな。緊張してたっすか、これ。いや、とりあえずもう、キーパーに当てへん、これだけ。全然緊張しない。しないですか、うん、来たと思ったらもう絶対入らへんから、来たと思ったらあかんねん、こういう時冷静にも、うん、逆にね、そう。フリーすぎて、うん、慌てちゃうじゃないですか、うん、逆に今度いくらでももう軽減しきてるんですよ、うん、あれインサイドで打ったら絶対入ってないの、もうインステップ強いのよ、これ見てみろ、うん、インステップとりあえず強いのダンって相手もよく分かってないよね、うん、この時間で。はい、よかったです。どの辺まで見えてるもんなんですか、ああいう時って。もうキーパーと1対1やなとか、オフサイドのラインどうやったらなとかまで。いや、まあオフサイドはもう走った時点でまあ笛ならんかったから、まあオフサイドないなと思って、あとはまあキーパー出てくるかどうか、キーパー出てきたら上狙おうかなと思ったんですけど、キーパーも出てきてなかったんで、まあ冷静に、うん、キーパーの位置だけ見て、あとはもう挙手を強く打つっていうことだけ意識して、はい、ちょっと OK ですか、求められてるコメントじゃない。あれリーグ得点王かもしれないですね。じゃないですか、ありますか、辞書絶対。どうなの、点取ってる人います？いないでしょ。前節は、ね、前節は1位タイみたいな感じでしょ。3点で並んでる。いや、4点の人がいたよ、アルテシューバーが。まあ、わかんないです。多分さすがに。だってアシスト多いじゃん。USB もまとまってないですね。まあまあ、でもこっからまだまだシーズン長い、長いんで。バンバン点取って。30点いったら行きたいですね。30点いったらもうできない。怖いね。確かに。もう怖なって怖いよな。途中から。なんでこんな手取れんの？逆に怖なるの？逆に怖。逆に自信なくなってきた。確かに。かもう逆にもう何でもいいから俺のところにボール来いとか。ああ、そうなんだ。逆にそうなんだ。お疲れ様です。お願いします。次節もよろしくお願いします。はい、頑張ります。お願いします。お願いします。ありがとうございました。